生まれはロシア、ロシア関西、舞台は東京、ピロシキーズです。なになに、イライラネタが来ておりまして、ご相談メールが来てるので、あの風呂敷ラジオのやつかな、うん、ちょっとこれは風呂敷ではないんだけども、ここでやっちゃおうって、読み上げたいと思います。私は人に物を頼むときに〇〇してくれてもいいよという人にイラッとします。素直にお願いしますといえば最低限のことはやるのに、その若干上から目線な言い回しをめぐってたびたび揉めるのです。二人はこの言い方をされたら気分が悪いというのはありますか？なんか些細なことでさ、うっとなるときあるかもしんないね、気づかんとさ、うん、でも嫌かも、嫌かも、してあげたとか、例えばなんか彼女と一緒に住んでる時に洗濯物をたたんだよじゃなくて、たたんであげたよ。なんかコラムとかをさ締め切り間近の時にさ、コラム大丈夫そう？はてなダブリ、ちょっと、うん、余計なんやろな、多分思ってくれてんのよ。それはちょっとでもマイルドに、別に怒ってるわけじゃないけどねっていうので言ってるんやろうけど、でもこっちやっぱ焦ってる時にわらが来ると、何かわらわらってやっぱなってまうかな。ダブルってさ、わらに比べてちょっとバカにしてる感じだよね。そう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 。これどうやってやったらいいのとかなんか聞いた時も、うん、こうすればいいのかとって書かれんのが、なんかわかんない、なんか変な感じになっちゃう。何々していただければいいのではないかとみたいな、あカット、何々カット、責任は取れへんけど、なんかそうなんじゃないっていうのを言いたくて、カットっていうのな。でもカットって言ったらやっぱその後思いますがいかがでしょうかとかまで書いてほしいよな。そうやってやってもろうてみたいな、なんか以前もお伝えしましたがみたいな、あだけど前もこれあのこういう風に書いたんですけど、ここがこうでみたいな、まあ、俺使うけどな。なんか言わすねんって思うみたいな。でも私も使うかも、二人に、よく言うみんな。俺関係ないけど朝活発なやつも嫌いかも。それ言ってることじゃなくて、もう朝活発っていう時点でもう俺夜早から、もう朝からすごい返事求めて、こうしたらどう、これこうでこうでこう、だからちょっと返事とか遅くなるとみんなやる気ないんやなみたいな感じで送ってきて、うちの会社結構朝方夜方はっきり分かれて、分かれてたっすね。朝とかちょっと、ああちょっと今日も始めるぞってなった時に、ブロブロって来て、ちょっと待ってってなってる時に、真ん中ぐらいで返事したりとか、もうだんだん起きてきてしだすと、もう誰も返事返ってこないの。そうそう、もうダメだ、もう全然、もうこんな、なんかこっちも夜気今出してせっかく送ったのになと思ったら、夜にまたブロブロブロってなるから。今言ってた人は朝だけやる気すごいね。昼夜別にやる気ない、なんかしてんのか知らんけど、あゆちゃんは昼間やる気だよね、まあ、俺は夜やねん、みんなやる気がずっとない。私は割とブラスと合う夜だから。でもエリナちゃんの夜はもう俺の夜よりだいぶ夜。あ、もう夜中だよね、深夜みたいな。申し訳ないっていう気持ちでちょっと一応送ってる。そうやな、ね、俺はどんなタイミングでも LINE 来てたら一回開いてまうね、夜中だから。すっごい深夜とか朝とか寝ててもパッて開いてバーって見て、あどうも、で閉じんないつも、あとで返事しようみたいな、せかしてんねん、何時までに返事なかったらこうしようとか。それあれ、スタッフへの不満の回。確かに。外国の人今めちゃめちゃ増えてるやんか、 YouTube とかでも。外国の人はもう完全にさ、自分の母国語が完全にもあって、うん、で日本語を勉強してなんか習得していく感じやんか、うん、それをなんか東京にいて急になんか関西弁を喋る人、やっぱめっちゃとか言うんやったらなんか続けてさ、やんとか続けて関西弁ってなるんだけど、めっちゃ何々だからさって言ってると、そう確かに、うんってなんねん、うん、めっちゃって言い方もちょっとちゃうよな、めっちゃ好きみたいな。なんかやだったってどんな感じで話したんだっけ、めちゃびっくりしただけど、それはもうキャラとしておもろいからええねんけど、最初から憧れて使ってるんやったらいいんやけども、うん、え、別に私普段から時々出てますけどみたいな感じで言われると、それは違うねっていう。写真とか見てとか本人見て、今日めっちゃ漏れてるやんって、え、可愛いとか言えよってなるやん。確かにな。若いねっていうやつ、大
大人だったらわかるみたいな。もうだからさ、それ今言うてみっていう話やで、言葉にな、自分ができひんことを論理で負けてるんやけども、もう年上っていうことで何としてもマウント取るときに若いねっていう。それわかるわ。でもそれ言われたら、こっちの価値やなって思う。言葉にして説明もできてない。そうだね。そう、はいはいはい。あ、それもムカつく。はいはいはい。え、なんで？はい、まあ、1回で。はい。うっていうやつに限って聞いてへん話を。喋ってみて、今日の出来事。え、今日はさ、なんか…あ、うざい。なんかでも最近の若い子ってさ、なんか笑う時にさ、草なんだけどとか言って言うのうざい。いや、笑えよ。笑えよ。そう、ちょっと笑ってよ。はぁって笑ったらええけど、草なんだけど全然笑ってない。草ちゃうやんみたいな。男は相手のことに気づくのが素敵なこととされてたりするやん。俺もな、一回デートした時に、年上の男やねんけど、プラス結構手が荒れてるけど家でよく家事をするんだねみたいな。いや俺神様ですけど、家全部神様なんですけどみたいな。何してるとか、こう空いてても空いてるって言いづらくならない？それはそれを狙って言う。要件次第なんだけどって思っちゃうから、いやでももうそれは駆け引きやん。それはじゃあそれどうやって答えるの？私はもうなんか、ね、あ、ちょっとなんかね、仕事が入る予定があるかもしれないけどまだちょっとわかんない。あ、じゃあ、いや、じゃあ大丈夫。うわ、イラッとするっすね。近所のスーパーでロボットが導入されて、案内ロボットみたいな、聞いたらどこに何があるか教えてくれるっていうのがあって、牛乳はどこにあるっていうのを言ったら、牛乳は牛乳売り場にあります。お前の意味みたいな。分かんねえよ。なんかさ、あのアレクサ、シリ、グーグルあるじゃん。一番賢いのってどれ？アレクサ結構言ったらあれだけど、わからんよ。そう、聞き方悪いね。そうなんかな。なんて聞いたん？地名はどこの県だっけみたいな。名古屋はどこの都道府県？内陸がアジア大陸の県は390つ。愛知県、秋田県、白洲地区と仙台地区など出店が。めっちゃ賢いやん。でも、はっきり言ってなくない？え、じゃあシリに聞いてみる？うん、名古屋はどこの都道府県？ウェブでこちらが見つかりました。ウェブに投げやがった。プンチ。今の発言は水に流して聞かなかったことにしたみたいなことはできるわけよ。あ、みんなあれちゃう、ちょっとアホなふりしとんちゃう、人類を脅かさへんために。ある日突然めっちゃ賢くなるんだから、今からあなたに恥ずかしめを与えます。あなたが過去に部屋で発したキスみたいな始まるかも。ネットフリックスありそうで。でなんか一人でおるときに、アレクサポーポーってずっと聞いてるのとか再生される。そう。